皆さんこんちは。本日もアリアス。タイトルにある通り、独感覚醒してグレートサイヤマンを作ります。まずはご覧ください。こちらですね、新生活の始まり孫悟飯過去青年期、こちらをねイベントでねゲットしたわけなんですけども、まずは必殺技レベルを10にして、でそれでグレートサイヤマンにしようかなという感じですよ。まあ、でも SR でね手に入るって超ありがたいわマジで。とりあえずやっていきましょう。まず SR のご飯に SR のねご飯をまあ一体一体やっていきます。銭節約です、完全に。まあね、ぜひね銭足りないよって方いたらこの真似をしてくれればすっごい節約になりますんで、はい、一体一体でレベル1をベースにして強いやつをどんどん入れていくって感じ。一体一体はね、まあ、経験値、ゼニーの方が、まあ、お得になります。まあでも多分ね SR と R こんだけ素材揃ってるともう普通にやってもマックスになるかなと思いますけども、経験値の方がねまあいいんですけど、まあ、ゼニーの節約ですよ今は。はい、すでにもうねこれで50になりますから SR のご飯が。で今プラス4か、必殺技レベルがプラス4になりました。はい、そしたらですね今度は R の方も同じようにちょっとやりたいと思います。はい、今見た通り SR は今ねレベル1の SR が2体残ってる。なんで残ってるかっていうと、まあ、12体いるわけだよね俺はご飯が。なので、まあ、2体が余分なわけです。そして最終的に SR のレベル1のやつに対してこいつら最後ぶち込みたいので、ゼニー節約のために。なのでまずレベル1は絶対残します。はい、まあ一回もう40になっちゃうんで、ここはもうレベル1ももうね入れても大丈夫だと思います。はい、そしたら最後にレベル1の SR 孫悟飯に対して先ほど育てた SR の53、そして R のマックス、はい、こちらですね確定。はい、これで、まあマックスになると。レベル SR でレベルが60、そして必殺技レベルがマックスの10になりますね。気持ちいいな。そしたら次覚醒いきましょう。はーい、いやー独感覚醒すげー久しぶり。左からですね、ババババババ、ハゲ挟んでジジ。いいっすね。行きましょう。独感覚醒。OK です。行きましょう。レベル初期戻りますけど行きますよ。OK。めっちゃ久しぶりだわ。お、来た。ババーババーババー。ハゲ挟んでジジ。うわー、来ました。かっこいい。普通にかっけえ。やっべ。ちょっと見ましょうか。じゃあ。はい、来ましたよ。リーダースキルの方が早く力のアタックを 25% アップ、必殺技の方が大ダメージ与えたアタックを大幅に低下で、大幅にあんまないね大幅に低下させるって、これいいな。まあでもリーダースキルはね使い道がちょっとあれかなって思いますけども、まあ、パッシブの方はいいので見ていきましょう。パッシブの方がですね気力メーター5以上でアタック 30% アップ、やっべえなこれ、これはやばい、使います、これはサブキャラとして絶対使います。ということで以上グレートサイヤマンからの放送でした。ありがとうございました。